ファコム9450は1981年より富士通が日本で販売していた企業向けパソコンの名称である。オフコンやワークステージョンに分類されることもある。ハードウェアはパナファコムが開発、製造担当し OEM で調達された。同社及び松下電気産業からもそれぞれのブランドで販売された。 ソフトウェアはオフィスソフトのシリーズである EPOC ファミリーが用意されたほか9450シリーズ独自の特徴としてファコム、m シリーズやファコム、K シリーズとの連携が強化されている。標準 OS はシリーズ専用に開発された a p e x 競合機種は日本電機 N5200、日本 IBM マルチステーション5550。 日立パーソナルワークステーション2020、2050、内田博之ユーサックカマラード。シリーズは1983年にファコム94502、1985年にファコム9450シグマと続き、1989年に FMR シリーズへ統合された。シリーズ累計で25万台が販売された。1980年3月、 富士通が、ーヤガラスの店舗端末に用いる特注パソコン、ヒットマイナス80を開発したと発表。同年9月、パナファコムがこれをベースに、企業向けの16ビットパソコン、C-180 を開発、発表した。当初、この製品は、すべてが富士通と松下に OEM で供給された。これには、富士通と松下は、 それぞれの販売網を築いていたことと、それまでミニコン専業メーカーであったパナファコムは販売力が不足していた背景があった。1982年にはパナファコムでも自社ブランドで C-180 ファミリーとして発売された。1981年、富士通は c 1 8 2ファコム M シリーズ用の通信端末機能を加えて、 ファコム9450を発売。9450という型番は同社のメインフレーム用ディスプレイ端末から継承しており、端末機事業部が開発を担当した。主に銀行や販売チェーン店、製造業の研究部門といった大企業の通信端末として導入されたものの、まだ当時の日本市場ではビジネス向けパソコン自体が時期、焦燥であったため、 特段注目されることはなかった。個人向けパソコンを販売する同社半導体部門との圧力も重なり、1982年末には販売中止の危機に陥った。1983年3月、日本 IBM から類似のコンセプトを持ったパソコンマルチステーション5550が発売されると、本シリーズを含むオフィスパソコンのジャンルにユーザーの関心が集まった。 富士通は同年4月に CPU やグラフィック機能を強化したファコム9452を発売。注文が急激に増え、当初は月3000台生産されていたところを月5000台に増産。パナファコムの工場だけでは生産能力に限界が見えてきたため、一部の部品は富士通でも製造されるようになった。翌年末にはパナファコムのヤマト工場が拡張され、 月8000台の生産が可能になった。1985年にはワークステーション機能を拡張したファコム9 4 5 0シグマを発売。ハードウェア面では処理能力とグラフィック機能を強化。ソフトウェア面では EPOC ファミリーの各ソフト間やラントの連携機能、画像処理のサポートを強化。M シリーズや K シリーズと連携して電子メール、ファイル共有。 プリンタ共有をサポートした。また、従来の EPOC ファミリーの機能を引き継いで、マルチウィンドウをサポートした EPOC、JV ファミリーが加わった。ワークステーションとしての機能は充実したが、ディーラーやユーザーからは、オフコンの K1 例やパソコンの FM-16、ベータとの切り分けがはっきりしないという声が上がった。1987年、CPU に6万8 0 0シリーズ。 OS にユニックスベースの SX-G を採用し、エンジニアリングワークステーションを意識した FACOM-G シリーズを発表。一方で多機能化に進んでいた9450シリーズは小型機を展開し、既存資産の継承と機能の強化、事務処理、通信端末の役割に重点を置くようになる。また、普及型パソコン用 OS として一般化してきた。 MS-DOS との連携を強化した。1989年、パソコン市場のオープン化や3 2ビット化の流れを受けて、FMR シリーズと FACOM 9450シリーズの両互換機、FMR-50 ラムダ、FMR-70 シグマを発売。FACOM 9450シリーズは、FMR シリーズに吸収された。1981年10月発表。 パナファコムの C-180、松下の C-18 が同等機。松下電子工業が開発した16ビット CPUMN1610A を2個搭載。うち1個は、プリンタや画面の入出力制御を専門に行うサブ、CPU として機能する。メインメモリは124キロバイト。テキスト表示は80桁24行。後発の D、E モデルのみ。 ビットマップ画像を表示可能で画面解像度は720-480ドット。モノクロ CRT およびフロッピーディスクドライブ一体型。外付けでキーボード、プリンタ、増設用ディスク装置を接続可能。電源の切断はソフトウェアからも行える。ソフトウェアには整数演算のみで処理速度を優先した事務処理用ベーシック、ベーシック B。 科学技術計算用単精度ベーシック、ベーシック S、表計算ソフト、エピカールク及び端末エミュレータ、F9526 エミュレータなどが用意された。あとに、ハードウェアでは日本語処理に対応したモデルやグラフィックに特化した、モデル、ソフトウェアでは、エピカールクの日本語対応版、エピカールク J、日本語ワープロソフト、ジェディター、グラフ作成ソフト、エピグリフ、 科学技術計算用倍精度、ベーシック、ベーシック D、コボルコンパイラなどが追加された。OS は、アプチーで、フォアグラウンドとバックグラウンドの2つの領域で異なるプログラムを同時に実行する、マルチジョブ機能、1つのジョブ内で、最大256個のプログラムをタイムスライスで平行処理するマルチタスク機能が特徴である。1983年4月発表。 パナファコムの C-280、松下のオペレート7000が同等機。また、日本ハネウェルにも OEM 供給され、DPS ジュニアとして販売された。CPU は m、m n 1 6 1 3を2個。メインメモリは 384KB。画面は6 4四4 8 0ドット。モノクロ、または7色カラー表示。ジス第一水準感字ロムを標準実装。 本体は CRT 一体型からデスクトップ型になり、本体、キーボード、CRT の組み合わせや配置方法の自由度が増した。CPU の改良により、不動小数点演算をサポート。また、通信回線経由で遠隔から電源を投入、切断できる。標準 OS はアップ記載。オプションの8086カードで CP、 M-86 をサポートしている。1985年5月発表。Facom 9452の上位機種にあたる。パナファコムの C-380。松下のオペレート8000が同等機。CPU は MN1617。画面制御用に68000。CRTC として HD63484 を搭載。 メインメモリは 1MB。画面解像度は96720ドット、24ドットフォント表示。ブルムはカラー表示で 1.5MB、モノクロ表示で 1MB で、この他にグラフィックパターンなどを格納する 512KB のデュアルポートラムを持つ。漢字ロムとデュアルポートラム、ブルム、CRTC は 5MB。 S, S のグラフィック専用バスで接続されており、CRTC や ASIC でブルムに画面ごとの表示データを書き出し、別の ASIC でブルム中の複数の画面を合成して出力している。筐体は大きくなり、デスクサイド型になった。後に FA 向けモデルや 40MBHD 内蔵モデルを追加。ソフトウェア面では、 通信端末としてのオンライン連携機能の強化、画像処理系機能、周辺機器の充実化。EPOC j ファミリーをマルチウィンドウシステムの上で動作するようにした EPOC j v ファミリーをサポート。エピカールク JV のワークシートなどを最大10画面まで表示できる。標準 OS はアップキシーブ。オプションの8286カードで MS DOS をサポート。 MS-DOS は a p p x 配下のジョブの一つとして動作し、a p p x のアプリケーションと同時に実行することができる。MS-DOS 対応ソフトに FBASIC86HG やド土サイブなどが存在した。1986年1月発表。Facom 9452の直径の後継機種にあたる。 パナファコムの C-280EX、EX 松下のオペレート7000ムキーが同等機。CPU は MN1617。メインメモリは 512KB。ファコム9452の基本仕様を継承しつつ、システム本体の基本性能を向上した。標準 OS はアップ支持図。1987年5月発表。 ファコム9450シグマの後継機。パナファコムの C-380EX、松下のオペレート8000ムキーが同等機。CPU は ML1617A。ラム1メガバイト。ファコム9450シグマの基本仕様はそのまま、CPU の性能を向上。また、 デスクサイド型からファコム九千9450ラムダ向きと同一筐体のデスクトップ型となり、小型化した。1987年5月発表。ファコム九千9450ラムダの後継機。CPU は m 千1 6 1 7 a ラム 1MB。ファコム九千9450ラムダの基本仕様はそのまま、CPU の性能を向上。 1987年5月発表。ファコム9450ラムダ互換のエントリーモデル。パナファコムの C-250EX、松下のオペレート6000が同等機。基本性能は9450ラムダと同等で、薄型のプラズマディスプレイを採用し、本体をラムダの3分の1まで小型化した。バーコードリーダーインターフェースを標準で搭載し、オプションのバーコードリーダーを キーボードやテンキーに接続して使用可能。1988年9月発表。FACOM 9 4 5 0 α 無キーのラップトップモデル。PFU の C-250LT。松下のオペレート6000が同等機。RAM1MB。640-480ドット4会長の12インチ相当プラズマディスプレイを搭載。ジス第一。 第二水準漢字ロム、3.5インチフロッピーディスクドライブ、20、40メガバイト HDD を内蔵。AC 電源必須。ファコム9450ファコム94502、ファコム9450シグマファコム9450ラムダファコム9450シグマ、ムキーファコム9450ラムダ、ムキーファコム9450 94アルファ。 ムキーファコム9450ルトムキー本シリーズにおいてはハードディスクに対してマイクロディスクという名称が使われていた。富士通がパソコン9450シリーズを FMR に統合。日本経済新聞1988年10月26日、長官11面。ーヤガラスと富士通メガネコ入り店と工場をオンラインで結ぶ。 端末装置、ヒットマイナス80を開発。日経産業新聞1980年3月27日、4面。パナファコム OEM 向けパソコン市場に、新出3500台を受注。日本情報産業新聞1980年9月29日、1面。アプックス基本ソフトウェア E11、E20F9450PT、ヒットマイナス80。 V-80。産業技術史資料データベース。国立科学博物館。2021年4月30日閲覧。企業研究、ミニコンメーカーから、パソコンメーカーへと変貌する。パナファコム、コンピュートピア1983年7月号。ピアニッシモも、116から119。富士通端末危険用パソコン汎用電3機と、接続も。 日経産業新聞1981年10月15日4面ファコム9450シリーズ P327 ファコム9450シリーズ P334 日経パソコン1983年10月24日5ピアニッシモ122から125勝負ツイッタービジネスパソコン商戦日本 IBM 富士通日電リード 日経産業新聞1985年6月23日4面富士通多機能パソコン9450から2の内製化を検討需要増に対応日経産業新聞1983年12月24日4面パナファコムヤマト工場を拡張60年度生産能力を倍増 日経産業新聞1984年10月20日、4面。ハード最前線、富士通ファコム9450、シグマ EPOC シリーズを統合化、P110、新ワークステーション、ピアニッシモ、39から41、FM、R-50 ラムダ、FMR-70 シグマご紹介 P54、日本ハネウェル、パソコンに参入、パナファコムから聞きを、 OEM 調達し7月発売。日本経済新聞1983年7月1日。長官、10名。ありがとうございます。